めえと過ごす時間は、まあなんつうか悪くねえと思ってるんだぞ。これからもよろしくな。ありがとうグリム。どうもこんにちは、太郎です。サムズニューイヤーセール追加されましたね。今回は期間限定召喚とイベントの詳細ちょっと見ていこうかなと思います。行きましょう。はい、期間限定召喚のカリムですね。突然現れたこのニューイヤーのイベント、これやっていきたいと思います。まあ、ちょっとね、他にも狙っていきたいガチャもございますので、今回はとりあえず10連やっていこうかなと思います。行きましょう。こちらで出るかな。ゃっちゃん、いいスタートが切れるといいんだけどね。闇の鏡に導かれし者よ。導かれし者よ。羽は二つだけど、ここの鏡のご機嫌はちょっと良くない感じかな、これ。一人目。お、ルーク。さあ、どんどん行きましょう。今回のカリムくんは、なんかイベントでさ、デュースの SS レアが配布される多分。だけど、その相手が、デュースの、のデュオ魔法の相手がカリムくんで、カリムくんの相手がデュース。お互いがデュオのパートナーになってるっていう、結構熱い感じ。ちょっと、レアしか出ないんですけど。これは ?S レアか。ディアソムニアスね。オーリディア。かわいいね。お、貫突した。嬉しい。これは?これも S レアか。フロイド。なんかすげえさ、縁起がいい感じがしてさ、めっちゃ欲しいんだよね、カリムくん。めっちゃさ、あいつ新年似合うよな。宴だーみたいな感じ。すごい似合うなって思った。さあ、3人目のS レア。おお、フロイドからのジェイド。結構出るね、S レアが。S レアが来ないなぁ。レオナ。なんだこの花、綺麗。エイトくん。終わっちゃったよね。なんかロードが。ちょっと心配でしたけど。うわ、残念でした。くぅ。ちょっとイベント覗きに行きましょうか。こちらですね。サムズニューイヤーセール行きましょう。超楽しみ。なんかこれ初売りみたいなさ、 BGM が流れてるんだけど。お望みの品はどんなものでもインストックナー。ミスター S のミステリーショップからコウちゃんたちに特別なインビテーション。なんだこれ。新年の7日間、普段は手の届かない高級スイーツや高価な魔法アイテムなど、店内の商品を大幅プライスダウン。さらにセール限定の目玉商品ミステリーバッグも発売中だよ。お、右下のやつか。サムズニューイヤーセール。こんなちゃんたち、このビッグチャンスを逃さないで。チェーケラー。めっちゃ力入ってんじゃん。なんだこれ、チェーケラーって。はい。初売り仕様のミステリーショップですね。遡ること数時間前、メンテ中に準備したのかな。さて、商品の陳列や在庫の確認、年末からいろいろな準備を進めてきたが、なんかウキウキしてんね、サム。いよいよサムズニューイヤーセールの始まりだ。おお、高まる。最後の仕上げに一緒に働くクルーのみんなにもこのセールのコンセプトを共有しておこう。今回はアルバイトを雇ってるということでよろしいでしょうか、サムさん。コンセプトはお客様に今年初めての幸運を届けよう。ああ、いいね、いいコンセプト。それ、今年初めての幸運。
もともとはミステリーショップの東方支店で大好評だったキャンペーンだが、もう支店あんのかミステリーショップ、知らんかったわ。もっと多くのコウニちゃんたちに楽しんでほしくて、この度全国の支店で展開することにしたのさ。なるほど、これはじゃあもう好評のイベントだということで。だからこのセールの間は店内の飾りもレペゼン東方支店の珍しい品物ばかり。もうね、さっきからね後ろが気になって仕方ないんだよ後ろごちゃごちゃしすぎても。例えばあそこに飾ってある竹の置物は門松っていう有名な縁起物なんだ。いや、なんかサムが言ったらかっこよく聞こえんな。門松？他にも来店してくれたコウニちゃんに無料でプレゼントするフォーチュンクッキーや、おお、セールの目玉商品ミステリーバッグもチェケラ。押すねミステリーバッグ。おや、もしかしてその顔はミステリーバッグをご存じない？すいません、存じ上げておりません。教えていただいても。あーい、もう少し詳しく説明しておこう。ありがとうございますサムさん。この紫色の袋ミステリーバッグにはショップの人気商品をいろいろ詰め込んでいるお得なセットだよ。おー、福袋という感じでしょうか。1日に販売できる個数には限りがあるから早めにゲットするのがおすすめだ。焦らせるね。何が入っているかは開けてみてからのサプライズ新年初めての運試しにちょうどいいだろう顔が怖えよ顔が。そんなミステリーバッグを求めて今年もコウニちゃんたちが続々来店するに違いない。楽しみ。繁盛必須のミステリーショップのクルーになれた君たちは恵まれてるよ。学園で働ける上に高時給。お、時給、時給いいのかここ。こんな魅惑的なお仕事はそうそうない。たくさんのクルー希望者の中から抽選で選ばれた君たちこそ。やった、でもそのお金握りしめて初売りとかまた行けるってことね。お客様に幸運を届けるラッキーボーイにふさわしい。おお、ヘイ、ミステリーショップの新たな一員として改めて自己紹介と応募動機を聞かせてくれまさかこれに参加してるのがカオリムとリュース。どうなんだろう、なかなか濃いイベントになりそうだけど。おん、まずは俺から行くぜ。カリム・アル・アジームだ。来たなカリム、よく今まで黙ってられたなカリム。この説明ワクワクしてんじゃない。うちの寮生がたくさん応募しててさ、そんなに楽しいなら俺もやってみたいと思ったんだそんな動機だったかカリム。いや似合ってんなこの格好。だから受かったって知った時は嬉しかったぜ。次は僕だな、デューススペードです。デュースなんか地元の成人式気合入ってる男みたいな感じになってるけど大丈夫か似合ってんね、いいね。僕はそのすごく欲しいものがあるんですけど、母さんに小遣いをもらうわけにもいかないので。あ、真面目だ。マジカルホイールのなんかパーツとかそういうのかな。このアルバイトで稼いだ給料で買おうと思って今回応募しました。おお、頑張ろう。 Thank you 2人とも一緒に働くことができて嬉しいよ。支給した制服、新春の衣もバッチリ決まってるじゃないか。これ支給だったんだ、めっちゃいいじゃんいいねこの制服。お、それならよかったぜ。実は頭や脇にある紐の結び方がよくわからなくて、おう、ジャミルに手伝ってもらったんだささっとやり方を調べてかっこよく言ってくれてさ。早速ジャミルのお世話になった。リュースは一人で来れたのかな。早速褒めてもらえるなんてさすがはジャミルだな。あまり見慣れない服ですけど袖や裾にボリュームがあってかっこいいっすよね。めっちゃ似合ってる二人とも。きちっと着なくちゃいけない分背筋がちゃんと伸びる気がします。うん、
いろんな客が来ると思うけど、頑張ろう。ミステリーショップ東方支店から取り寄せた制服を、コウニちゃんに合わせてアレンジした特別セーサー。うんうん。幸運を届けるラッキーボーイにぴったりの華やかなデザインだろう。その衣装に身を包み、サムズニューイヤーセールを盛り上げてくれるかい？ああ、いいかな。これ、なんて言うんだろう。なんて言ったらいいの？ああ、もちろんだ。お客のみんなが楽しめるよ。俺たちも全力を尽くすぜ。な、デュース。ちょっと、特別、これといった掛け声はなかったわけね。はい。事前にレジ打ちの練習もしたし、品出しのスピードにも自信あります。こいつ予習はバッチリか。さすが。頼もしいよ、こんにちは。怪我をしないように十分気をつけておくれ。怖いよ。バイトがまともにできるのか、これで。よん、頑張りましょう。はい、スタート。続く、これどんなイベントなんだろう。1日ごとにストーリーが解放、エクストラバトルへ挑戦、交換所でアイテム獲得、ストーリーを進めて衣装をゲット。あ、1日ごとにストーリー解放。あ、そうなんだ。なるほど。毎日ちょっとずつ話が読めるってことね。フォーチュンクッキーストーリー、自動でストーリー再生。1日1回ずつイベントページで限定ストーリーが再生されます。最大10日分毎日報酬を獲得できます。こんなのがあるのか。1日ごとにストーリーが解放されます。ストーリーを進めることでフォーチュンクッキーを獲得できます。エクストラバトルではより難易度の高いバトルに挑戦できます。クリアしてクッキーを獲得しましょう。あ、バトルがたまにっていうか毎日かな、発生するってことね。集めたフォーチュンクッキーはショップで限定衣装カードやその他アイテムと交換することができます。ここでデュース君が手に入るってことか。楽しみ。自動で再生された、これ。おお、まずは飛び切りの笑顔でいるためにも1人目、歯磨きを忘れるなよ。おお、これは間違いなくトレイ。ちなみに俺はココナッツの香りの歯磨き粉がお気に入りだ。そんなのがあるのか、ココナッツの香り。クリアってことでいいんでしょうか。グリムにフォーチュンクッキーのことを話したら俺様にも食わせろだってさ。あいつ、中身を確認する前にメッセージが書かれた紙ごと食べちゃうんじゃ。やばいね。はい、なかなか賑やかなイベントが始まって面白そうですね。ショップをちょっと見てみよっか。ようこそミスター S のミステリーショップへ。ここがフォーチュンクッキーショップみたいですよね。あ、デュース君まだ追加されてないのかな。なんだろう、イベントを進めると手に入るみたいな感じかな。ヘイ、コウニちゃん、欲しいもんが見当たらない。なんかこのサムネのさ、香水が10個で交換できるあたり、真面目にイベントをしたら結構フォーチュンクッキー集まるんじゃないかなってちょっと期待してます。これいいね。いらっしゃいませ。あ、ジーム先輩、清掃員のゴーストにまで挨拶してる。僕も見習わないとな。見境なし。ミッションはログインボーナスと、あ、バトルクリア。結構石がもらえるね。あ、授業を受けてるのが反映されてる。こんな感じなんだ。毎度ありがとうございました。お、挨拶してる。デュースの挨拶、毎回元気よくて聞いてるとスカッとするな。いいっすね。はい、ということでニューイヤーイベント始まりました。ニューイヤーサムズニューイヤーセール2022ですね。いや、面白い、楽しい話がこれからいろいろ見れると思うとすごいワクワクします。楽しみですね。デュースの
カードもなんとかゲットしてやっていきたいと思いますので頑張っていきます。ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、ツイッターフォローとお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。